台南国際空港は台湾台南市南区に位置する飛行場。台南基地とも呼ばれるが一般に台南空港と呼ばれる。中華民国空軍第443戦術戦闘機連隊により管理されている。航空機のメンテナンスを行う足馬航空が本拠を置く。日本統治時代に開港以来南台湾の玄関口として機能していたが、 高尾飛行場の民間空港化や台湾高速鉄道の開業等により、その地位は低下しつつあったが、国際空港化により盛り返している。現在は、マコウ、金門への離島便が中心で、年間利用客数は、国内259,287人、国際99,378人。台南基地に関する事項は、後日の 空軍台南基地の歴史を参照。現在の旅客ターミナルビルは2002年開業。面積は3900平方メートルで、正面は飛行機を模したデザインとなっている。ターミナルが小規模なため、入り口から搭乗用バスに乗車するまでの移動距離が非常に短い。バリアフリーに対応しており、授乳室も備える。チェックインカウンターには、ユニー航空と、 チャイナエアラインが入居している。2015年国際線増発に合わせ大規模な改装が行われ、カウンターの数が大幅に増えるとともに、その場で受託手荷物の受け入れが可能となった。出発口は便が少ないことから、それぞれの出発便に合わせた時刻に開門する。なお、空港の規模が限られているため、トランジットやトランスファーの場合でも、 受託種荷物が一旦返却される。ロビーにも荷物預かり所もない。空港内にもわずかにロッカーがあるが収容できるサイズが大きくないため、スーツケースなどは収納できない場合がある。航続便の搭乗時刻までの間、市内を観光しようとする場合には注意が必要である。ターミナル内には台湾鉄路管理局台南駅と同様に観光案内所が設置され、 英語や日本語のパンフレットも常備されている。航空警察発出所や売店もあるが、レストランはすでに廃止され、食事は売店での軽食販売のみとなっている。出発前の待合スペースは、チェックインカウンターを挟んで2カ所あり、小規模な空港ながら、やや多めの席数が確保されている。旅客が利用できるのは1階と、地下駐車場のみで、2階には、 空港事務所などがある。館内は禁煙だが、出入り口横に喫煙コーナーがありベンチも設置されている。インフォメーションカウンターでは、VIP ラウンジの利用手続きを有料で受け付ける。ほかレンタサイクルや携帯電話の充電サービスがそれぞれ無料で提供されている。またターミナル内では Wi-Fi でのネット接続も無料で利用できる。 長らく外貨からの両替が空港内ではできなかったが、2015年の改装時に台湾銀行による両替所が設置された。ボーディングブリッジはなく、航空機にはバスとタラップでの搭乗となる。軍用空港でもあるため、滑走路や軍用施設など、機内やタラップバスからの撮影は台湾の上空と同様に一切禁止である。そのため、展望デッキなど、 滑走路が見渡せる施設も設置されていない。ただし、航空祭の開催日に限っては、空軍基地内の一部が見学可能となる。空港前には、バスタクシー乗り場と車寄せが、地下には駐車場が整備されている。なお、空港正面には台北までの格安チケット店が営業していたが、鋼鉄開業後は閉店した建物のみが残っている。 2016年12月現在台湾高速鉄道の開通に伴い台北線が間もなく廃止された。台南基地専門台湾空軍の海進 EK-1 戦闘機が台南基地に着陸する準備をしている。2010年台南基地は1941年10月1日に台南海軍航空隊が開けたい第二次世界大戦後に中華民国空軍が接収して使用している。 かつてはアメリカ合衆国空軍も駐屯していた。1957年5月7日に米空軍の第24トムスがブッチャーミサイルを装備して台南空港に侵入し10月に配備された。10日に米空軍の第17戦術ミサイル渋滞もブッチャーミサイルを装備して完成。台南空港への配備もその年の11月に完了し、 1958年以降、第17飛行隊から第868メートルミサイル訓練隊に変更され、1962年6月まで台南空軍基地に配置され続けた。ミサイルのみが交換された。さらに、米軍は1958年2月25日に台南空港にマーク7核爆弾の倉庫を建設した。1960年に台湾で 原子爆弾の配備を開始し、1974年7月に撤回しました。台南空港の米軍によって展開された2種類の核爆弾がある。地上対地のミサイルであり、もう一つは戦闘機に装備することができる戦術的な核爆弾である。さらに、米空軍405翼は、 1965年11月から1967年8月まで、海 -100D スーパーセーバー戦闘機を装備した510戦術飛行隊を台南空港に送り、海 -4C を備えた米空軍523戦術飛行隊に置き換えられた。国際戦造発に合わせ2015年に改装されている。ありがとうございます。